はい、皆さんこんにちは。今日は福岡県の博多駅に来ております。今は九州博多ということで、この九州2022年9月、非常に大きなイベントが起こりました。皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。それは西九州新幹線の開業です。西九州新幹線は佐賀県の武雄温泉と長崎県の長崎、約70キロ弱を結ぶ新幹線で、その開業によりまして博多と長崎は従来よりも30分ほど早い1時間20分で結ばれるようになりました。ただ問題なのは、一番早いっていうのは確かに30分なんですが、じゃあ新幹線が開業して一番遅い時間は一体何分なのって話をすると、実はもうネタバレなんですが、一番遅い時間って1時間50分博多と長崎でかかります。でその1時間50分っていうのは、実は新幹線開業前、特急かもめっていうのが長崎まで走っていたんですが、そのかもめの最速タスの時間と同じなんですよ。はい、というわけで、なんと新幹線が開業したのに一番遅い時間と一番早い時間って1分も変わっていないということで、これはおかしいぞということで、今回はそれを新幹線開業前の最速の時間である特急かもめの1時間50分並びに、せっかく新幹線が開業したのに1分も早くなっていないかもめ、新幹線かもめとリレーかもめの組み合わせ、一体どこでどんな走り方をしたらそんなことになっちゃうんだっていうのを徹底比較してみたいと思います。では今回もよろしくお願いします。はい、というわけで早速博多駅のホームに上がってまいりました。今回の新幹線がまず開業する前の最速達便主役なんですが、特急かもめ45号長崎行きです。リレーが抜けているのが随分懐かしいのではないでしょうか。この22時10分に博多駅を出発するかもめ45号は、博多からのかもめ号の中で一番遅い、いわば終電のかもめ号となっていました。まあ終電だからこそ他の列車とのしがらみがなくって一番早く走れたと言えるのかもしれませんが、まずは終電の22時10分発長崎行き、これが一番早かったんだよということで、まずは新幹線開業前の選手紹介です。はい、では続いて新幹線開業後の一番遅い選手をご紹介します。それがこれです。緑50号かっこリレーかもめ佐世保長崎という、めちゃめちゃややこしくはなっているんですが、まあ、どういうことかって言いますと、新幹線が開業した後は特急緑の一部の列車が新幹線にこのように武雄温泉で接続するよっていうものと、純粋に武雄温泉行きのリレーかもめっていう、まあ、2パターンあるんですが、その中でも一番遅い組み合わせとなるのは、博多発19時11分の緑の顔をしたリレーかもめ号となっていまして、まあちょっとした複雑な列車だよっていうことで間違いはないわけなんですが、まあとりあえず遅い列車の代表選手紹介としては、博多19時11分発の緑55号リレーかもめ佐世保長崎行きです。今回皆さんにご紹介する、まず最初、新幹線ができる前に一番早く長崎までを結ぶ列車かもめ45号22時10分発の列車は、左側に停車をしています白いかもめと呼ばれる885系の車両となっています。こんな感じで青色の顔をしていまして、これは純粋にかもめの車両なんですが、皆さん分かりますでしょうか。こんな感じでお花のところにかもめさんのマークがついているよっていうのが、この列車の特徴になっています。なんか流線形をしていますし、かなり速そうだなってことで、まあ、本当に速いんですよね。まあ、要は新幹線に負けないというか、一番遅い新幹線と同じタイムで長崎まで走り抜けますので、それなりに速いっていうのがわかるかと思います。一方で隣側に停車をしているのが特急ソニック大分行きということで、こちらの大分までの列車にも白いかもめの車両は使われています。ただここを見ていただきますと、先ほどの列車とは違って前の部分には S のマークがついているよということで、まあ、こういった実は細かい部分を見るとソニックとかもめでちょっと違いがあるんだよなんていうのが面白い部分かと思います。さてこのかもめ号、白いかもめだけが走ってるのかって話なんですが、実はそうではありません。かもめっていうのは2種類の列車が活躍をしていまして、そのもう一つのかもめっていうのがこの右手側の車両になっています。この黒い車両787系っていうんですが、この黒いかもめっていうのもこの博多から長崎までを結んでおります。こんな感じで LED でかもめ特急博多なんていう風に書かれているわけなんですが、こちらのタイプの列車っていうのは実は振り子装置というものがついていません。
このため博多と長崎間2時間を切ることは残念ながらできません。これが今回皆さんに最初にお話をした博多と長崎間の時間の違いということになっていまして、2時間を切ることができるのは左側の白いコウメのみ、2時間以上かかっているのは右手側の787系ということになっています。ただしこちら側は逆に居住性が良かったりしまして、グリーン個室やデラックスグリーン、そんなものもありますので、なかなかに快適な移動っていうのも楽しむことができます。でこの左側をご覧ください。じゃあ今回乗っていく列車が一体どのような方向幕をしているのか、そして車内ではどのような放送になるのかは乗った後にしていたいわけなんですが、これですね、方向幕、特急緑リレーかもめ佐世保になっていて、武雄温泉で新幹線かもめに接続していますかっこ長崎という、すごい分かりにくいですよね緑で佐世保がメインなんですが、一応リレーかもめの役割も果たしたいということで長崎も乗せなきゃいけないんで、なんか普段は一緒の場所にはならないような2つの行き先が共存している、これが今回乗車していく列車になっています。はい、でまあこんな感じで緑とハウステンボスの車両44になっているわけなんですが、新幹線の需要を満たすためということで4両では足りないと、なので8両編成を中心としてリレーかもめというもの、いや緑も運転をされるようになったんですって。今度の新しい新幹線にはグリーン車はありません。ですからこのかもめ号でのみグリーン車がついているっていうのが一つ大きな特徴になっています。そして、まあ、今回はせっかくの、まあ、二度と乗ることができないかもしれない特急かもめ号ですので、グリーン車で長崎まで乗り通しをしてみたいと思います。では早速車内に入っていきます。まあといっても途中の武雄温泉まではこれまで通りグリーン車に乗ることができるんで、純粋に長崎までグリーン車乗り通しができないよっていうのが、まあ、今回のテーマにはなっているんですが、まあ、車内はこのようにかもめの車両ですとかもめマークがついているよって感じになっていまして、グリーン車、いやー中が見えないっていうのがすごく重厚感がありますよね。このような形で普通席側は車内の方がなんとなく透けて見えるような感じがするんですが、グリーン車側が一切透けてないよっていう木目調になっています。そこから中に入ってきますと、昔はグリーン車サービスっていうのがありまして、そんなグリーン車サービスのコーナーっていうのが今もそのまま残っていて、一応談話室的な現在は扱いになっていて、左手側を見るとこれもグリーン車専用トイレっていうのがあるっていうのはちょっと面白いんですが、まあそんなグリーン車の設備事情の話をしつつ、これですね、たった12席しかないグリーン車、これが 885系 白いかもめのグリーン車となっていました。で今回なんですけれども、このように川張りかもめマークがついているグリーン車の中でも一番前の前面展望を楽しめる座席を指定させていただきました。まあ 2+1 になっているんで、それはそれで結構重厚感があるのではないでしょうか。全部座席がなんだかんだ言って夜行バスみたいに独立しているのが一つの特徴になっています。まあ今ではだいぶいろんな部分でも流行るようになってきた川張り座席なんですが、これがデビューした2000年頃はかなり画期的だったように記憶をしております。と言ってもそんな僕は記憶はないんですが、座席もちょっと不思議なリクライニングがするよっていう座席になっていて、意外とこれに苦戦する方も多いんじゃないかなっていう印象です。で元々の特急かもめなんですが、グリーン席は全部の窓にコンセントがついていて、指定席はなんか非常に使いにくいコンセントが窓側だったり座席の肘掛けだったりみたいな形で指定席だけはついているっていう、そんな状態になっていました。なので開業前だからといってコンセントがないというわけではありませんでした。今回使っていく車両は783系という車両で、ハイパーサルーンと呼ばれている車両になっています。このハイパーサルーンっていうのは最高速度は130キロにはなっているんですけれども、残念ながら振り子式のものは使われていません。これ結構重要な情報になるので一つ覚えていただきたいと思います。では早速このリレーかもめかつ緑みたいな不思議な列車乗車をしていきましょう。そして今回乗車をしてきます新幹線開業後なんですが、ここでも一番豪華な組み合わせで行こうかなとちょっと奮発しちゃいまして、グリーン車でございます。座席数は開業前と同じ783系の車両の違いですが12席になっています。で何よりの特徴なんですが、ハイパーサルーンだった場合はこのように1段ついていて、前面展望等々景色に配慮されているのが大きな違いかと思います。ただまあやっぱりすごく古い車両なんで、さっきの白いかもめとは車内の雰囲気が全然違うっていうのがお分かりいただけるかと思います。で一応ちょっと改造されちゃってなかなか前面展望は見にくくなっているんですが、夜であれば進行方向右手側、運転手さんがいない側は
よく全面展望が見られるようになっています。でこれも非常に問題っちゃ問題なんですが、ハイパーサルーンの車両が使われた場合っていうのはコンセント仮にグリーン車であっても一切ありません。885系白いリレーカオメであればさっきお話ししたのと同じクレーンコンセント事情になっているんですが、このハイパーサルーンはコンセントはないと。またよく使われているさっきの黒いカオメの車両なんていうのが来た場合もあれも、たとえグリーン車であったとしてもコンセントはありません。要は、デラックスグリーンっていうのがあるんですが、それと個室だけはコンセント使えるんですが、それ以外はコンセントはついていないってことなんで、まあ乗車時間に違いはあるにせよコンセント事情はちょっとややこしくなっちゃったなっていうのが新幹線開業後の特急列車車内事情となっております。はい、ではそれぞれ出発をしていきます。左手側新幹線開業前カオメ45号、ちょっと時計隠れちゃってますけど定刻通り22時10分博多出発、そして右手側の新幹線開業後の一番遅い組み合わせであるリレーカオメ特急緑号19時11分にそれぞれ定刻で博多駅を出発していきました。さあ左手側の特急ソニックですが、このように出発した後で全面展望が見られるようになっております。ただ立ち上がらないとなかなか前が見えないんでちょっとややこしいかなって感じです。一方で右手側の新しい側のハイパーサルーンも同じくという感じで、で上側を見ていただきますと終点長崎までの一応リレーカオメなんで列車の時刻っていうのがつくようにそんな風になっています。で今乗っている古い側のカオメの場合は車内放送自動放送が簡易ながらもついていて、一方で右手側の長崎さん系は昔のタイプの自動放送がついていたんですが、新幹線開業後は自動放送は流れなくなっちゃいました。博多駅出発後なんですが、古いタイプというか特急カオメ時代は意外と点線に手こずっていまして、すぐに速度が出せるかっていうとそういうわけではないようです。意外と最初はゆったりゆったりと博多駅から出発をしていきました。一方で新幹線開業後のリレーカオメ緑号なんですが、さっきとほとんど同じ部分を走ってはいるんですけれども意外と早く加速をしだしまして、前の列車が詰まっていないからかもしれないんですが出発後に減速をしまくっているっていうそんな事情ではありませんでした。まあ速度に直していくとだいたい80キロぐらいで博多を出ていきなり加速をして次の駅を通過しにかかっているっていうそんな状況となっています。一方の特急カオメ号なんですが、水木駅博多駅から数駅行った先の駅ぐらいでようやく速度を出し始めまして、このような形で現在は90キロぐらいで走っているんですが、この先でこう100キロぐらいに一気に加速をしてやっぱり振り子列車だよってことでなかなか見にくいかとは思うんですが、カーブを知っていた時に体をくねんくねんっていう風に曲げていくって感じを見ることができております。これ結構速度上げてますね。100キロからだんだん110キロ、そして120キロまでは行きそうですね。ということでまだいよいよ特急列車の本領発揮、あくまで最初にお話をしましたが特急カオメ号もリレーカオメ号も最高速度は130キロです。どうやらここでは120キロストップとなったみたいですが、おっとここでトラブルかというわけで、なんと特急緑号は70キロに速度が落ちてしまいました。でこの全面展望なんとなく覚えていらっしゃいますでしょうか。実はこれさっきカオメ号でもご紹介した水木駅の通過シーンなんですが、ここから特急カオメ号は一気に速度を上げて120キロに行ったんですが、リレーカオメ号の方は逆に速度を落として70キロぐらいになってしまいました。そして時は戻って時刻22時20分博多駅を出発して約10分ですが、今特急カオメは二日市を通過しております。一部の特急列車が停車をする二日市ですが、45号については二日市はがっつりとぶっ飛ばして通過です。一方特急リレーカオメは19時26分博多を出発してから15分で二日市に停車となりました。おっとだいぶ差がついてきたぞということで、さっきのカオメ号は博多を出てからわずか10分で二日市を通過しましたが、こっち側の列車は博多を出てまずそもそも時間が16分かかっていますし二日市も停車です。さあじゃあ時を戻して特急カオメ号、時刻は22時29分佐賀県に入りまして、鳥栖に今度は停車となります。博多を出てから約20分、
走りっぱなしだった特急かもめ45号もいよいよ鳥栖駅到着ということで、まず1つ目、もちろん今回は停車駅だって比較していきます。さあ次はリレーかもめ側ですが、いよいよ二日市を出てからようやく速度をちょっと上げるようになりまして、これまたさっきの特急かもめと同じく120キロぐらいで走るようになってまいりました。必死に特急かもめ、いやリレーかもめ号も追い上げております。そして特急みどりは19時37分、ようやく鳥栖に到着となりました。佐賀県鳥栖でございます。で博多駅11分に出ていますので、なんとここまで26分かけて到着をしちゃったよってことで、さっきの特急かもめ45号は20分ぐらいで鳥栖まで来ているんで、なんとこの段階で6分も特急同士なんですが差がついちゃっています。さあとは言っても特急かもめ45号、今の段階で6分差がついているとは言っても、あのリレーかもめは最後70キロ新幹線ブーストが待っているので、6分なんて当てにできない感じがしまして、まだまだ飛ばせるうちに飛ばしていこうということで、鳥栖を出ますと長崎本線に突入をしていきます。そして列車は22時33分、左手側九州新幹線が見えてまいりますと、いよいよ新鳥栖に到着となります。新鳥栖、将来は西九州新幹線がやってきた暁というか、西九州新幹線全通した暁にはここで九州新幹線と接続するなんて言われているんですが、果たしてその時は本当にやってくるんでしょうか。そして今の段階というか、新幹線開業前の段階でも新幹線開業した後の段階でも、九州新幹線熊本鹿児島中央方面との接続が取れるような、そんな配慮もなされておりました。そして長崎本線に鳥栖から入ってきているわけなんですが、鹿児島本線時代と同様に130キロは出さないものの、120キロでまだまだぶっ飛ばしていきます。なので長崎本線に入ったからといって手を抜くわけでは全くありません。そしてお話は再び特急みどりリレーかもめに戻りまして、進行方向前方側に新幹線が見えてきました。新鳥栖にようやく到着です。新鳥栖到着の時刻が19時43分と、博多を出てから32分も経過をしております。さっきの列車が博多を出てから24分で来ることができているよってことなんで、どん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 差がついてしまって、またここでプラス2分、なんと8分も差がついちゃっております。いやこんなんで大丈夫かな。でちなみに、まあ、今回の列車もやっぱり新鳥栖で鹿児島中央熊本方面等々の新幹線との接続が取られています。でやっぱりね、こう負けてばかりもいられないぞということで、さっきの特急かもめ号も新鳥栖を出てから長崎本線で頑張って走っているわけなんですが、こっち側乗っている新列車もいよいよ頑張り出してはいるんですけれども、それでも110キロぐらいって感じで、まだこう頑張りが足りないんじゃないかお主とぶっちゃけ言いたくなっちゃうぐらいの速度で、100キロから110キロぐらいの速度を推移しながら次の佐賀を目指しています。そして再び特急かもめ45号に戻ってきたんですが、佐賀駅に次は到着、佐賀の到着時刻は22時47分ということで、博多駅からわずか37分で佐賀までやってきました。もちろん全部の列車がこのスコアで来ることができたわけではないんですけれども、にしてもやっぱり30分台で佐賀まで博多から来れちゃうってなると、やっぱり西九州新幹線はまだまだ先が見通せないなっていうのを、こういう部分でお分かりいただけるかと思います。特急かもめ45号佐賀駅を出てもまだまだ手は抜きません。なんてったって勝負してる相手は新幹線ですから、というかまあでも新幹線開業前に勝負してる意識があったかどうかは別なんですが、でいよいよ速度計を見ていただきますと120を超えまして、130キロは出していないんですが、122、3キロぐらいで長崎本線を快走してます。じゃあ特急リレーかもめは何分で佐賀まで来たのかと言いますと、停車駅はかもめ45号と何も変わらないんですが、佐賀駅到着は19時58分、博多からの時間が47分、なんとさっきのかもめ45号とついに10分も差がついてしまいました。10分差はちょっと大きくないっていう感じで、ついに佐賀で10分差です。いやでもここまで完璧に追っかけてきてるんですが、どこでそんなに差がついたのかな、まだちょっと腑に落ちていませんが、さあ今の
の自動放送をお聞きいただきましたでしょうか。次は肥前山口という放送が流れてまいりまして、そうなんです、もう随分昔のことのように感じてしまうかもしれませんが、今は江北っていう名前になっている駅っていうのも9月22日つまり新幹線開業前までは肥前山口の名前で通っておりました。最長片道切符の終着駅なんていう部分でも有名かと思うんですが、町の名前が江北なので新幹線開業に合わせて江北っていう名前に変えた、そんな経緯もあります。まあ停車駅としては佐賀の次は肥前山口となっていました。この肥前山口は佐世保線とお別れをする駅となっていて、そして今回ここまで一緒にやってきた後ほどご紹介するリレーカオメともお別れをする、そんな駅になっています。肥前山口到着時刻は22時57分ということで、ほぼ定刻での到着です。博多からはまだ47分しか経っておりません。そしてこの肥前山口では途中反対側長崎から来た特急かもめ号と行き違いがあります。行き違いのためになんとここでは最速バッターかもめ45号待ちになってしまったんです。というのも後ほどご紹介しますが、肥前山口から先長崎本線は単線になります。行き違いが必須となりまして、残念ながら相方が遅れてしまえばこの列車だって遅れてしまうよってことで、実はこの時反対側のかもめ号2分ほど遅れていましたので、今回の特急かもめ45号も22時57分に出発の予定だったんですが、22時59分肥前山口出発ということで、ここでなんとプラス2分の遅れとなってしまいました。これは痛いぞ。果たして長崎到着までにどうなるんでしょうか。そして後ほど比較していただきたいんですが、肥前山口を出た後線路そのまましばらくは並走しているんですが、この踏切で右手側が佐世保線の武雄温泉方面、そして今走っているこの線路特急かもめ号9走っていた長崎本線となっています。後の列車は右側に行くんで、特急かもめとして左側にはもう今は走ってはおりません。ただしまだ次の肥前鹿島までは特急川崎っていうのが走っていて、川崎号に今回乗っている白い車両も使われているんで、まだ今しばらくはこの全面展望を88号系から楽しむこともできるようになっています。ほいということで、再び新しく今に戻ってきたんですが、まもなく江北、しっかりと駅名紹介変わっていました。肉声ではありましたが肥前山口とはもう呼ばれなくなっております。えというのは江南の江に北と書いて江北、今は4文字ではなく2文字駅で、列車なんですけれども江北到着が20時9分ということで、まだ1時間経っていない。そして右手側、今ちょうど白い列車が行き違いをしていったんですが、現在も笠崎やリレーカオメに白い列車は使われているんで、ここで白い列車が見えなくなったわけでは決してないんですが、まあ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 、そんなお話をしながら20時9分なんで博多からやってきまして、58分で、江北駅まで来たということになります。さっきの列車は、46分でやってきたということになるので、12分もここで差がついたという感じです。またこの先の進行方向が異なっているのでかどうかは分かんないんですが、さっきのかもめ45号とは江北駅到着ホームは異なっております。で今回の緑号もまたさっきと同じ目にあっておりまして、反対側のリレーかもめの到着、ここから先行き違いが必須になるので、こいつの到着のためにやっぱり時間が遅れてしまいまして、ただでさえかもめ45号に遅れは取っているんですけれども、これは完全に偶然の一致ではあるんですが、かもめ45号が2分遅れたら、この緑号も2分遅れて完全に帳尻が合っちゃっています。いや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 、そこまで合うなよって感じがするんですが、まあそういう事情なんで、結局20時11分に江北駅を出発ってことになりまして、やっぱりここもプラス2分での出発です。でこの後さっきのかもめ号と全面展望で比較をしていただきまして、どちら側に入っていくのかっていうのを見ていただければと思います。ほいというわけでこのポイントです。ちょうど2つ線路が並んでいて、さっきのかもめ号は左手側に入っていきましたが、今回のリレーかもめかつ緑号は右側に入っていって佐世保線でございます。一見すると伏線のように見えるんですが、
ここで一旦単線になってしまうので、さっきの江北並びに肥前山口での行き違いで遅れが発生してしまうっていうのは、もう新幹線が開業した後も残念ながら解決しない課題になっています。というわけで、さっきの長崎本線は左側に行って、今回の列車は佐世保線右側に入って、この先武雄温泉を目指していきます。そんな自動放送をお聞きいただきましたでしょうか。時間がまた前に戻ってきまして、かもめ45号まもなく肥前鹿島の放送です。肥前鹿島の次は諫早の放送も懐かしいのではないでしょうか。肥前鹿島までは現在特急列車片崎号を走っていて、今は肥前鹿島終点ですという放送しか聞けなくなっております。この先があったなっていうね、ということで、まあ肥前鹿島から先諫早で新幹線には出会いますが、在来線としてはもう新幹線が走っているので、特急列車も完全に消えております。肥前鹿島の到着時刻が23時7分、ここでは遅延は1分ほど解消しまして、博多駅22時10分に出ていますので、1時間まだそれでも経ってないっていうのが本当すごいんですが、53分、定刻であれば54分で肥前鹿島に到着となります。で、肥前鹿島から先っていうのが現在白い車両で、景色もう全面展望を楽しむことができなくなる区画となっています。まあ、ここから先はもう停車駅等々もほとんど違う区画になってしまいますので、どうやって今の状態と比較をしていこうかなと思ったんですが、まあ適宜いい感じのタイミングでまたまたリレーカオメの動画も挟んでいけたらなっていうふうに思っております。というわけで、ちょうど区切りがいいんで、次の駅までまずかもめ45号をご紹介したいと思います。皆さん分かりますでしょうか。今列車は一つ駅を通過しようとしております。その駅の名前を肥前浜駅と言いまして、実はこの肥前浜駅から先はもう列車物理的にかもめ号は入っていけなくなりました。というのも、新幹線が開業した後、肥前浜駅から先は完全非電化になってしまいまして、まだ架線が残ってる部分もあるんですが、いずれ電線架線は全部撤去するよってことになりますので、こっから先が本当にかもめ号といいますか、今のこの全面展望が超貴重になる、そんな区間になっています。ちなみに線路自体はまだ単線で、この先も続いていきます。じゃあ再び今に戻ってまいりまして、緑号先ほどの江北を終えてからどうなったかって言いますと、ちょっとなんか頑張って走ってるなっていう感じがしたんですが、これをご覧ください。なんとやっぱり100キロちょこちょこということで、結局130キロは出さずじまい、今のところプラス2分遅れてはいるんですが、果たしてこれで大丈夫なのかなとやや不安になる部分もあるんですが、とりあえず100キロぐらいで列車は武雄温泉を目指しております。で、新幹線開業にあたって一応佐世保線も一部複線化が行われて、今のような形で途中の複線の区間で行き違いができるようにっていう、そんな工夫が取られていたりもするんですけれども、ご覧ください、まもなく武雄温泉なんですが、途中の高橋駅でなんと運転停車、ここでリレーかもめと行き違いになったということで、結局それかいっていうね、またこれでかもめ45号と差が開いちゃうぞって感じなんですけれども、結局今でも残念ながら伏線が全区間で行われていないので、途中で行き違いで止まったりなんていうことも時々あります。ということで、結局高橋駅でなんと2分間も運転停車をしてしまいました。ただまあ高橋駅を出ましたら、いよいよ武雄温泉、まあ、まずはこのリレーかもめ側で新幹線への乗り換え、一番のハイライトだと思うんですが、そこまでをこのままかもめ45号は一旦置いておきまして進めていきたいと思います。さあ、ということで、いよいよ進行方向左手側高架が見えてきまして、ようやくこれが西九州新幹線の高架となっていて、佐世保線はやっぱり単線のまま武雄温泉に到着となります。今回の列車は緑リレーかもめ55号という名前で来たわけなんですが、この武雄温泉で名前というか号数が同じ新幹線に接続を取るという流れになっております。なので純粋なリレーかもめっていう名前の列車っていうのも
号数が1号だったら顔面1号に接続するぞみたいな、そんな感じになっております。ということで進行方向左手側をご覧ください。待っていました、対面乗り換え、特急じゃなくて新幹線カオメ号。ちょうど新幹線のカオメ号もなんか留置線で待機していたみたいで、一緒に武雄温泉のホームにこう入線をしてきたっていう感じになっております。武雄温泉駅到着20時26分、湖北駅では2分の遅れがあったんですが、運転停車もしていたんですが結局遅れることなく20時26分の到着となりました。博多を19時11分に出ていたので武雄温泉到着なんですが、1時間と15分もかかってしまいました。結構かかっちゃいましたね。一応博多と武雄温泉距離は 81.9 キロなので、それぐらいの距離を1時間15分くらいかけて到着をしました。到着後なんと方向幕はもうリレーカオメが消えて緑単体に戻っておりました。ここから先はもうリレーカオメとは関係なく緑号です。そして新幹線乗る場合なんですが、そのまま右側の方に歩いてきまして、もうすぐに新幹線乗ることできるので平均的には3分の乗り換え時間が用意されているんですが、まあ全くストレスなく、まあでもやっぱり列車を降りるということでストレスなんですけれども、新幹線乗車することができます。ここで対面乗り換えをやりまして、早速左手側の特急緑佐世保行き、方向幕が随分スキルとした形で20時27分に定刻で出発をしていきました。で、まあ、この後の右側、乗車終了とかって言ってるわけなんですけれども、次の新幹線は緑と同じ名前のかもめ55号の長崎行きになっています。基本的にこの武雄温泉での乗り換えというのは3分という話になっているんですが、これ見てください、26分に到着をした後右上です。わかりますでしょうか、新幹線は8時30分発ということで対面乗り換えの割にはちょっと長めなんですね。対面乗り換えなんと4分用意されているのがここの一つの乗り換えになっています。まあ様々な要素をここまでご紹介してきたわけなんですが、まあ、これも一つ遅くなってしまっている理由といっても差し支えはないのではないでしょうか。ただまあ忘れてはいけないんですが、ちょっとだけ戻ってきまして、かおめ45号は先ほど肥前鹿島を出ると次は諫早まで無停車ですから、ずっとこうやって結構速い速度で未だに走り続けています。並びに港北駅を出た段階で12、3分ほど差がついていたんで、さあ果たして新幹線に戻ってきて差は縮められるのかな、ちょっと不安にはなってきたんですが、ではいよいよ再び新幹線20時30分武雄温泉を出発していきます。ここからどれだけ巻くことができるのか期待です。というわけで出発しました。この新幹線使われている車両は N700S スプリームという、今まあ東海道新幹線でも活躍しているあの新幹線と同じタイプのものが使われております。まあ同じ部分も違う部分もあるのが九州西九州新幹線の面白さなんですが、今回は一番お高め設定で行きたいと思いますので、グリーン車はないんですが指定席で行きたいと思います。前側を見ていただきますと、貫通扉はどう見ても 2+3 に設定をされていて、東海道新幹線と同じ型のものをこっちに持ってきたんだなっていうのがこれでわかるかと思います。そして指定席なんですが、自由席は東海道新幹線仕様なんですけれども、こちら側の指定席は九州仕様の 2+2 になっています。はい、というわけでいつも聞く新幹線の車自動放送はこの新幹線でも使われていまして、もういきなり結構速度が上がっているようなそんな感じがします。車窓の右側では武雄温泉の街並みを見ることができまして、意外とトンネルばっかりなんて言われている新幹線ではあるんですが、要所要所は景色も、見ることができるようになっています。20時30分に出発をしておりますので、博多駅を出てから1時間と29分でようやく、1時間と19分でようやく新幹線がスタートしていったってものになりまして、もう音からしても頑張ってますよね。
さあ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 、結局15分ぐらいの差がついてしまったカオメ45号に最終的には追いついていくっていうのが新幹線のミッションではあるんですが、果たしてどのようになっていくんでしょうか。ということで柔軟に戻っていきたいんですが、今度はカオメ45号、さっきの新幹線と比べていただきますと、なんとなくスピードがマイルディーに感じるのは僕だけでしょうか。列車なんですが、先ほど肥前鹿島肥前浜駅を出てしばらくすると車窓の左手側に海を見ることができるような区画が登場します。ここが一番の特急カオメのこれまでのハイライトとなっていまして、まあ、肉眼だと実は結構夜でもこう海が綺麗に見えたりもしました。こんな感じでカモメと有明海、この組み合わせはもうそもそも電線も今後なくなりますので、二度と見ることが今ではできなくなっている、そんなシーンになっています。ただし現在でもキハ47とかいう車両がここを走っていて、結構ゆっくりトコトコと走っているんで、それはそれとして車窓を楽しむことができるようになっています。でここで速度を見ていただきますと85キロぐらいでしか走っておりません。実は海が見える代わりにではないんですが、海岸線沿いに特急カオメは走っていくんで、ここまでめちゃめちゃぶっ飛ばしてはいたんですが、この有明海に沿って走る区間ではカーブがめちゃくちゃ多いので、なかなか思うように速度を上げることができません。並びに車内も振り子式車両を使っているので、結構ガッチャンガッチャン揺れていくっていうのが今走っている有明海に沿った区間になっています。まあ、そんな素敵な有明海を見ておりますと、いよいよ諫早駅到着のアナウンスが入ってまいりました。肥前鹿島から諫早の間は無停車で走り続けております。で、まあ、この間新幹線も諫早までで様々なイベントがあるわけなんですが、まずはこれまでの最速列車カオメ45号で諫早到着までを片付けておきたいと思います。というわけで諫早到着なんですが、諫早到着の瞬間、進行方向右手側、新幹線が合流をしてまいります。ということで途中の肥前山口等々も踏まえて、長崎本線はここまで一度たりとも西九州新幹線を見ていないんですが、諫早駅でようやく西九州新幹線を見るようになりました。諫早駅到着は23時42分、博多を出発してから1時間と32分で到着になりました。いよいよ1時間はかかっております。また先ほどの肥前鹿島からは結構長く35分ぐらいずっと走りっぱなしとなっていました。はい、じゃあ新幹線に戻ってまいりまして、やっぱり新幹線なんで前後間隔がグリーン車以上に指定席であったとしても広いねとか、あとは今回の新幹線は全席コンセント付きですので、やっぱりこれも特急の新幹線区間だけなんですが、まあ、指定席でも自由席でもコンセントがあって便利だねとか、あとは指定席ですと残念ながら背面テーブルがなくってみたいな、そんなお話をしていると、もう次の駅である嬉野温泉に到着となりました。嬉野温泉到着が20時36分、博多を出てから1時間と25分で嬉野温泉まで来たことになります。先ほどのカオメ45号では肥前鹿島を出たら諫早まで無停車なんですが、新幹線の場合は武雄温泉から長崎まで途中駅全駅に停車をする新幹線なので、各駅に停車、ますます時間が広がりそうな感じもするんですが、まあ差し当たり今のところまだ佐賀県を出れておりません。でこの音なんですけれども、この新幹線の音ですよね。やっぱりこうビュン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 なんていう音がしまして、これはさっきのカオメ号の車窓とは違う、海岸線に沿って80キロぐらいでゆったりと走る新幹線と新幹線の差は正直圧倒的かと思います。というわけなんで、ちょっとここで新幹線は全面テープは見えないんで、代わりに速度計なんていうのを見てみようかなと思いまして、どうぞこれをご覧ください。速度はだいたい220キロから30キロぐらいを指し示しております。これ以上の速度は残念ながら今回のカオメ号で見ることはできませんでしたが、一応新幹線の最高速度は260キロに設定をされております。特急在来線特急の最高速度は130キロとなっているので、まあにしてもですよ、260キロ出さなくてもプラス100キロぐらいでなんとか後を追っかけてるんだっていうのがよくわかるかと思います。さすがは新幹線。
で、新幹線なんですけれども、そのまま20時45分に新大村に到着しようとしてるんですが、新大村到着の手前、進行方向右手側、在来線特急では左手側に海が見えていたんですが、こちら新幹線でも右手側に大村湾を見ることができるようになっております。これも意外とちょっと暗いんで分かりにくいんですが、ちょっとねゆっくり見ることができますので、これはこれとして景色を楽しめるかなと思います。また新大村到着寸前では新幹線かもめの基地も見ることができるので、まだ4本しかない少数派の基地ではあるんですけれども、よかったら見てみてください。というわけで、新大村到着20時45分、博多を出てから1時間と34分での到着となりますので、さっきの諫早駅かもめ45号到着とようやく同じということはですよ、諫早にもう新幹線ではなく在来線特急は到着をしているんで、なんと諫早と博多の間でしたら新幹線よりも旧かもめ45号のが早かったっていうことになっちゃうんですよね。いやー、これは厳しい、厳しすぎますよ。はい、ということで長崎までで帳尻は合うんですが、諫早の段階では新幹線は黒星負けでございます。ただまあ待ってください、あくまでまだまだ新幹線の終着は長崎なので、もうちょっと頑張っていただきましょう。はい、というわけでようやく新幹線も諫早に到着、諫早到着20時52分というわけで、博多駅から1時間と41分でやってくることができました。こっから先が長崎本線と一緒に走っていく並行区間になってまいります。先ほどのかもめ45号は1時間と32分到着、新幹線は諫早到着1時間と41分到着、なんと新幹線使ってるんですが、まだ10分も差があります。はい、というわけでまだ10分の差をつけながらかもめ45号に再び戻ってまいりまして、この先は浦上に途中停車をして終点の長崎を目指していきます。逆に言えば最後諫早長崎県に入ってくるまで10分も余裕を持って走ることができていたんですが、この先で新幹線がいよいよ本領を発揮してくるっていうことなんですよね。逆に言えばかもめ45号は最後長崎までどんな走りをしていくんでしょうか。じゃあ特急かもめ45号の走りっぷりなんですけれども、まあ、これでご覧いただきますと、めちゃくちゃやっぱり速度出せるかっていうとそうでもなくって、なかなかに出せない区間も多く、60キロぐらいで走ってしまう区間もあったり、逆に途中諫早を出た後ですんごい長いトンネルを走っていくんですが、その中になってくるとまた120キロで走ることができたりって話にはなるんですけれども、やっぱりもうここで新幹線、さっきスピードを少しだけご紹介したんですが、新幹線はプラス100キロで走ってくるんで、かもめも頑張ってめちゃめちゃ音ウィーンってうならしながら頑張ってるんですけれどもね、さあどうなっていくんでしょうか。これが新幹線の走りっぷり。新幹線も諫早を出た後で長いトンネルを走っていくんですが、もうさっきの120キロ顔も頑張ってるんですが、もう完全に新幹線になっちゃうともう音も全然違うんで、いや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 、さすが新幹線めちゃくちゃ速いです。トンネル内をぶっ飛ばしていたんですが、諫早を出発してだいたい4分ぐらいで終点長崎のアナウンスが入ってまいりました。もう終点の長崎、いやーやっぱりここになってくると新幹線は速いなっていう風に感じるわけなんですが、もうこのまま新幹線は終着長崎に着いちゃうんで、まずはじゃあかもめ45号に長崎に到着をしていただきましょう。九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく浦上です。浦上の次は終点長崎に止まります。ただ到着していただこうと言ってもそんな簡単にはいきません。これまでの特急かもめ号は浦上諫早を出ると全ての列車が浦上に停車をしていましたので、現在は新幹線諫早の次長崎到着なんですが、浦上を切って離すことはできませんというわけなんで、まずは浦上の到着となります。浦上到着時刻が23時57分、もう日付も変わろうとしていますが、博多駅から1時間と47分での到着と
となりました。さっきの新幹線諫早到着が博多から1時間と41分の到着となっていて、その次がもう長崎なんで、ちょっとここは単純に残念ながら比較することはできないんで、それは置いておきたいんですが、浦上ユーザーの方からすると、現在新幹線使った場合長崎から折り返しっていう話になりますので、ちょっと不便なそんな感じもします。で、この浦上駅なんですが、リニューアルしまして、特急列車が将来いなくなることを見越しているんで、実はホームの先端がプレハブのような作りで浦上のホームって作られておりました。今は特急が消えた浦上駅、今後どうなっていくのか、ちょっと最近浦上に行けてないんですが、もし情報を知ってる方いらっしゃいましたらコメントで教えてください。さあ、では浦上駅を出発してまいりまして、いよいよ終点の長崎はもう目前です。あ、そんな段階でちょうど反対側には列車がやってきました。もう日付変わりそうなんですが、列車まだまだ走っていますね。次は終点長崎、長崎ですと言った具合に、もう浦上と長崎がめちゃめちゃ距離が近いんで、浦上を出た瞬間で間もなく長崎の表示が出てまいりまして、放送もこれは今は聞くことができないんですが、九州の最近入ってきたような広告みたいな、そんな放送も流れてくるようになっておりました。というわけで、まもなく長崎の放送も入ってきまして、この区間本当に距離が短いんで、アナウンスがめちゃめちゃ混雑をしています。で、その混雑が原因かっていうわけではないんですけれども、実は僕ラストランのかもめ45号も乗ってるんですが、残念ながらこの区間でラストランの放送はありませんでした。いやはや、これが長崎と浦上の近さなんですね。で、まあそんなお話をしましたら、進行方向の右手側、車庫が見えてまいりまして、現在は鉄道の列車、いや電車の列車は一切来なくなったんですが、以前はこの場所に架線もたくさん敷かれていまして、特急かもめもお休みしていましたし、電車の列車817系や415系なんていうのもお休みをしていました。今日この列車到着した段階では、右手側817系電車の列車が明日のためにお休みをしていたんですが、もうこれも残念ながら今は見ることができない、そんな景色になっています。長崎到着時に進行方向左手側が新幹線のホームとなっております。現在はこの長崎、もう電車が完全に消えてるんで、ちょっと想像がつかないんですが、また長崎行ってみたいです。さて、列車終点の長崎到着、長崎到着時刻は0時ちょうどというわけで、しっかりと博多を出てから1時間と50分でちゃんと長崎までやってくることできました。あ、右手側はもう一本白い列車が止まっていました。これも今はもう見ることができないんですよね。ということで、ちゃんと1時間50分で新幹線が開業する前も長崎までは結ばれていたんです。さあ、結局新幹線と一番多分時間を離したのは肥前山口かつ江北駅で13分ぐらいかと思うんですが、じゃあとりあえず続いて新幹線くんにも長崎駅に到着をしていただきたいと思います。ほい、というわけで新幹線です。新幹線は長崎駅到着ほんの寸前まで残念ながらトンネルを出てくることがありませんので、ちょっと景色を楽しめないなんて思われがちなんですが、でもちゃんと長崎駅到着寸前では進行方向右手側、稲佐山、日本三大夜景の稲佐山の景色も見ることができながらの長崎の到着となっています。右手側まだ架線が残っている、今後なくなりはするんですが、進行方向右手側で在来線、ちょうどさっき手前側にかもめ45号が到着をしたんですが、それを眼下に見つつの長崎駅到着となります。長崎駅到着21時1分、やっぱりこれも1時間50分、なんとかでも15分ぐらい差があったのを詰めたわけではあるんですが、それでも時間が同じということで、なかなか厳しい。これも一つまたお分かりいただけたのではないでしょうか。じゃあ特急かもめ号を降りていきます。といってもやっぱりグリーン車オンリー、座りっぱで長崎まで来れたのはありがたいなということで、それでもって新幹線と同じ時間っていうのがなんかすごく複雑です。まあ、到着をしてから少し荷物の支度等々をしていたんで、到着した後時計を見ると0時2分になっていますけれども、しっかりと0時ちょうど到着をしていましたので、1時間50分でしっかり来れておりました。
こんな感じで朝の列車と夜の列車がこう並ぶっていうのが長崎駅夜の光景となっていたんですが、もうこれは今は昔、決して今後885系今送電が止められてるのかどうかは分かりませんが来ることはできません。奥側開業前は暗かったんですが、いや今は新幹線が明るくなっております。でこんな感じなんですけれども、結局実は新幹線の終電って博多駅を、リレーカオメとしてなんですが22時7分に出発で、カオメ45号は22時10分の出発となっていたんで、実は時間が変わらないどころか本当のことを言ってしまうと終電も新幹線が開業したことで繰り上げられちゃってるんです。これもどうかなっていう、いろんな物議を醸しそうな話ではあるんですが、まあ少なくとも在来線のパンタグラフがあったんだよなんていうのをちょっと記録しつつ、カオメ45号側の旅なんですけれども、これで一旦幕を閉じさせていただきたいと思います。ということで終点の長崎までやってきました。今回の目的地である長崎に到着ということで、現在の時刻は21時1分です。さあ今回博多駅を出発した時刻は19時11分ですから、確かにということで、なんと1時間と50分で博多から長崎まで新幹線とリレー特急を使ってやってきたということになります。1時間50分ってそうですよね。時間で比較しました。在来線で一番早かったカモメ45号と同じ時間だったんですよね。いやーちょっと衝撃的でした。まさか新幹線を使っても本当に時間が変わらないなんてことあるんですね。いやじゃあまずはカモメ側で改札口を出ていきたいと思います。今は新幹線ピカピカに明るいんですが、開業前は本当にこの状態がかなり長く続いておりました。で今は多分もう日付変わってからここに来ることはできなくなってるのかなだと思います。じゃあこれで自動改札機を出てきまして、長崎駅在来線側から出てまいりました。ありがとうカオメ、ありがとうカオメなんていう風に書かれています。787系よりもぶっちゃけ783系ハイパーサルーンカオメ自体の方が長かったような気がするんですが、まあそれは言わないお約束にしておきましょうか。まあこの先はほとんど変わってはないんですけれども、こんな感じで右手側には指定席券売機や切符売り場があったりとか、あとはたまたま西九州新幹線の開業の23日前にこう来ていたわけなんですけれども、カウントダウンなんていうものも置かれたりとかっていう感じで、結構ね新幹線の歓迎ムードなんていうものもありました。記念乗車券なんていうのも売っていましたね。で一応改札の前なんですが、在来線改札を出たすぐの右手側にプレハブの観光案内所、今はもうなくなってますが、があったりとか、あとはこの列車の行き先の表記ですね、特急とこれまでは快速普通っていう形に分かれていたっていう、そんな感じの違いがありました。さあじゃあカオメ45号これで完全に終了。最後のまとめの前に、じゃあ新幹線から改札を出ていきたいと思います。ということで下側にやってきました。いやはや結構ガラガラですね。今日は一番列車の時間からここに来ていたんですが、もうこの時間に下に来ると誰もいないということで、さすがこの時間帯、いやー良かったですね。良かったのかなっていう感じなんですが、じゃあ改札口で行きたいと思います。ということで長崎駅の改札口を出てきました。ここにあった観光案内所のプレハブはもう消えてますね。あ、指定席券売機もすでに稼働中となっていまして、この右側の方を移動をしていきますと、どれということで、やっぱりこれまでありました特急の表示もう消えてますね。長与と石布になっています。さあお、なんだこれ、なんかでかい文字で近距離とか書いてありますけれども、あ、ネット力はすごいですね。分かりやすいな。でここにやってくると、前皆さんにご紹介したカウントダウンがついにゼロになっていて、この右側の方で長崎という感じでお花も飾られています。じゃあ最後にお話まとめましょう。はい、というわけで改めまして長崎駅外に出てきました。今回は新幹線が開業したのにもかかわらず時間が変わらないんだぞっていうことで、一番早い在来線と一番遅い新幹線1時間50分で比較をさせていただきました。ちょっとびっくり。在来線側で、早かった要因はやっぱり振り子の特急を使って120キロでぶっ飛ばしてきたんだよっていう部分にあって、逆に新幹線側で遅かった要因っていうのは、なかなか振り子じゃない列車で途中区間が思うように速度が出し切れなかった、あとはどちらの列車も言えるんですが行き違いでちょっと遅れた、あとは武雄温泉の理解時間が4分だったっていう部分に集約されているかと思います。
といった具合に様々な要素が絡み合っていて、最速は1時間20分なんですが、1時間遅いのは1時間50分、やっぱりちょっと臭いものには蓋ではないんですが、あまり知られていない一番速い列車と一番遅い列車の比較なんですが、時間帯によっては逆に1時間20分で行けたりするよってことで、まあ、いろんな比較ができるっていうのも西九州新幹線と旧在来線特急のかもめ号、長崎と博多のアクセスになっていますので、皆さんも新幹線使われる際は、あ、こんな時間でここ来れたなとか、あ、こんな景色見れたんだななんていうのをちょっと思いを馳せながら、ぜひ西九州新幹線乗りまして長崎に来られてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画は終了したいと思います。この動画が面白かったという方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。